皆さんこんにちは、ピーイスケです。今回紹介するのはこちら、セリアで見つけましたプラチナ社製のシャープペンですね。外観がこんな感じです。タイトルが面白いんですけど、オレーヌシールドシャープペンって言うんですよね。オレンズみたいな名前を備えたシャープペンとなっております。で、ポイントといたしましては4つございまして、1つ目がオレーヌシールド、2つ目がオレーヌガード、3つ目がセーフティースライドで、4つ目が先端収納となっております。こちらはニューなんですかね。1が新しい構造のようなんですけど、従来の構造に新しく真に衝撃が伝わりにくい構造を追加、オレーヌシールドというらしいですね。一見するとそこまで凄そうなシャープペンではないんですけど、プラチナ社製なんですよね。外観はこんな感じで、こちらのクリップとそれからペン軸ですね、こちらがプラスチック製で、ペン先からノックする部分まで全てプラスチック製となっております。ここにオレーヌシールドって書いてますね。で、ペン先がこういう形になってます。引っ込む形になってますね。それでは早速書いていきましょう。書いてる感じは普通のシャープペンですね。特に衝撃を吸収されてるとかそういう感覚はなくて、普通のシャープペンというような印象です。1回ノックであればどのシャープペンでも折れないとは思うんですけど、じゃあ2回ノックでやってみましょう。続いて1、2回ノック、これで少し芯が多めに出たのでこれでやってみましょう。この辺からだと分かりやすいですね。芯をこれだけ出していても折れる気配は全然ないですね。筆圧をかけても全然大丈夫です。こんな形で様々な機能がついてるんですけど、確かにここの1番が一番いいと思いますね。ペン先に衝撃が伝わりにくいって話なんですけど、安価な200円ほどで購入できる安価なシャープペンに比べると書いた感じはかなり衝撃が吸収されてる感じですね。ただ製図用シャープペンとかと比べますと、やはりペン先が多少ぐらつく感があります。ただ一般仕様ではほとんど気にならないぐらいですね。あとは全体的にプラスチックを使っているので少し安っぽく見えるんですけども、シャープペンの機能としては必要最低限のものを揃えた構造となっております。なんで100円ショップなのでそこまで贅沢は言えないんですけど、100円ショップの中ではかなりいい部類のシャープペンに入るかと思います。もし興味がある方はお近くのセリアなどがございましたら、筆記用具コーナーにこちらが置いてあるかと思いますのでご覧になってみてください。はい、それでは今回はここで終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。